皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キーコちゃんです。よろしくお願いします。いやもうタイトル通りなんですけど、タイトルにそうつけるか分かんないけどね、地獄のような、この世の終わりのような時間を過ごしてきました。12月25日、新型コロナウイルスに感染しました私。そっから1月1日ぐらいまで、まあちょっとダメージ引きずりつつ、まあ苦しかったね。熱も 39.5 度とか、まあ40度ぐらいを繰り返してさ、1時間ごとに起きて、うん、解熱剤飲んでみたいなことを繰り返してて、まあ安静にすることが一番いいっていうからさ、安静にしてたんですけど、で1月1日になって熱が下がりました。咳も止まりました。風邪ひいたんですよね、直後に。でまた熱が38度ぐらいまで上がって、具合悪くなっちゃって、1月3日、ちょっと熱が下がってきて食欲も少し出てきたんで、せめて少しだけでも歩かないとなと思って近くのスーパーに歩いてって、で食欲ないんだけど何か食べなきゃなってことで、お寿司コーナーをねじろじろ見てたんですよ。そしたらさ、お正月ということで祝って書いてあって、お寿司のセットが売ってたんですよ。わあこれ美味しそうと思って、食欲ないけどちょっとせっかく1月3日で三が日だし食べるかと思って買って、家帰ってきて食べて、で配信開始したんですよね。1月3日だったよな多分あれは。うん、そう覚えてないんですけど。でこちらです。うわお腹痛くなってきた。ダメだ、お腹が痛い。ガチお腹痛い、痛い TV。 そうお腹痛すぎる、誰になんない、冷や汗が止まんねえ。トイレにこもるわ。はい、顔面蒼白になりまして、食中毒になりましたね。はい、コロナウイルスに感染して風邪ひいて食中毒になる、地獄のコンボやで。正直12月25日から今日1月5日までまともに健康であったことがないんで、ほぼ記憶はあるんだけど、なんか心ここにあらずで動いてるから具合悪すぎて、うん、まだ新年じゃねえんだよ俺の中では。最悪のスタートを切りましたね。で昨日も熱が38度出て、で未だにあの血便が止まりません。はい、血が出てますね。食中毒ですね。痛いもん、触るだけで痛いもん、お腹の左側ツキッてする、触ると。はい、まあそんなわけで、ギコちゃんがねほぼ意識不明のぶっ倒れてるさなか、世の中では大変なことになっていたりとか、いろんなことが起きてますね。で今日の夜19時から、モンストで販売されるチャリティーオーブっていうのがあるんですけど、160円なんですけど、これ買うだけで、まあ、地震で被災された地域に募金されるということで、 Google の方だけなんだけど、うん、 iOS はできないんですけど、 Google をね、 Google の端末でプレイされてる皆さんにおきましては、ぜひ160円だけですから、うん、チャリティーオーブの購入をよろしくお願いします。でその他でもね、5000万ほど寄付するということで、さすがミクシーさんですよ。俺が先日マサムネに使った60万ぐらいもう全て寄付の方に飛んでいくってことですよね。要するにね、俺は使った甲斐があった、正直。うん、よかったです本当に。それでマサムネは弱いけど、はい、まあそんなわけで、地獄のクリスマスから地獄の正月を乗り越えて、ようやく復活をしようとしているギコちゃんですが、体重はもう4キロ5キロぐらい落ちましたね。はい、こんなにコンボをするとさすがに痩せるね。はい、でだ、昨日からさ新ガチャ来てるよね。決意と覚醒のラージャ、はい、1日1回無料のシングル弾けるんだけど、まあ当たるわけないですよねほとんどね。はい、まあそんなわけで今日はねこいつをね軽く弾いていこうかなと思っております。星6確定ガチャがあるんで、こいつはサクッと引いちゃおうかなと思いますね。はい、すいませんね、まだちょっと体調復活してなくて、
もう食中毒も結構きついっすよ。うん、お腹がさ、汚い話するけどさ、下痢の時ってさ、下痢出るまで辛いじゃん。下痢出るまで辛いあの痛みが食中毒だから血になっちゃってて、下痢じゃないんだけど多分炎症起こしてるんでしょうね。ずっとあの痛みがある感じ。うん、最悪ですよマジで本当。はい、じゃあ早速ですけど行っていく。はい、星6確定ガチャはこれか。はい、え、なんだ3キャラいんだね。ビーマ、ラーマ、シータ、なんかインド系っぽい名前のキャラクターたちだね。何が当たるかな。多分女の子が当たりだと思うんだよね。ピムスみたいな見た目してる、多分そこら辺が当たりだと思うんだが、どうだ。いいんじゃない、当たりじゃないこれ、当たりなんじゃないこの子。おい、これは嬉しいっすよ。これは当たりでしょ。さすがにヤシガニ。わかんないけどね。うん。あとは、ビーマと、プースーだっけ、なんだっけ、ビーマとラーマ。ビーマとラーマ。なんだよ、そんな名前。ドラゴンクエストの上と下に重なってるやつみたいな名前だな。ストライクショット。どうだ。止まればビーマからな。さあ、あと20連。まあまあ、追っかける必要ないんですよね。アップデが来ればさ、いつも言ってるけど、アップデが来るたんびに、初獲得ガチャってみんな余ってるでしょ？あれで当たるんだよ、このキャラ。アップデ来るたんびに更新されるから。うん、だから急いで当てる必要は1ミリもござらんのだよ。うん、まあこれで当たるでしょ。うん、30連引いとけばもういいでしょ。これで一旦当てて、で星玉で当てて、チャンチャンみたいな。最高です、その終わり方。止まれ、スタート。30連爆笑はさすがに舐めてるからやめろよ。ぶねえじゃん、もう爆笑みたいなもんだよ。ふざけるな。ふざけてるね君たちは。君たちはふざけたみかんだ。ふざけてるね。ふざけてるね、お国主。お国主ね、お国主は、うん、まだラック足りないね。25歳独身だ。じゃあ静か御前ちゃんは、静か御前ちゃんは、あ、75歳だけどもう運極だから、まあ重心か買い待ちかな。はい、はい、というわけで、皆さんはね、本当に体調管理、単純に管理しようがないけどね、ぶっちゃけコロナとかうつされるもんだからさ、管理することはできないんだけど、まあ感染したらもう本当に安静にして過ごすことをお勧めします。ぎこちゃんはね、これは本当自慢してるわけじゃないけど、どんなことがあろうが、腕がもげようが、足がもげようが、首がもげようが、生きてる限りは365日動画は出し続けます。12月25日から今日まで1日も休んでおりません。はい、これはね、ぎこちゃんの信念、もう何があっても、何があっても、生きてる限りは、呼吸が続いてる限りは、動画を出し続ける永久期間として今後ともね、 YouTube やってまいりますので、皆さん、ライブもない、動画もない、そんな日が一日でも訪れたら死んだと思ってください。はい、以上です。あ、最後に話したいことがある。この体調不良の期間中、アニメちょこちょこ見たんですよ。ゾン100見た、シャンフロ見た、シャングリラフロンティア、結構面白いよ、あれ。うん。まだネットのゲームが発達していない頃、
ドリームキャストって昔あったんですけど、ドリームキャストでモンスターハンターを作っている監督がめちゃくちゃゴリゴリにハマったファンタシースターオンラインっていうゲームがあるんだよ。ファンタシースターオンラインっていうゲームをプレイして、でそれに似たようなゲームを作ってモンスターハンターっていうのが生まれたんだよ確かね。そのモンスターハンターの方が今人気あるけど、昔はファンタシースターオンラインめちゃくちゃ人気あったの。今でもファンタシースターオンライン TGS だっけな、 TSG だかな忘れたけど、あるんですけど、今はもう正直もうつまらん、うん、昔のファンタシースターオンラインはエメサーバーでしか今動いてないんだけど、あのゲームを思い出したね、うん、完全にあのゲームを思い出した。それがシャンフロですね俺の中で、うん、以上です。